先週金曜日、雪の斜面に亀裂が見つかった。札幌市東区の萌えれ沼公園にある萌えれ山1週間経った。今日、現場はどんな状況なのか上空から覗いてみました。萌えれ沼公園の萌えれ山です。上空の離れたところから。でもその雪山の亀裂はっきりと確認することができます。山の斜面にパックリと開いた亀裂。 公園管理事務所の職員が斜面の異常に気づいたのは11日の朝。当初、亀裂の幅は2、3メートルほどでしたが、昨日夕方、職員が確認したところ、およそ10メートルにまで広がっていたということです。山の周辺は現在も最も深いところで1.7メートルほどの積雪があり、なだれの危険があることから立ち入り禁止になっています。 世界的彫刻家のイサム・ノグチが設計した萌えれ沼公園にある萌えれ山冬はそり遊びのゲレンデとして開放されていました登れないのは残念なんですけどまあでもこういうのもね、今しか見れないんでそれもそれでいいかな私ここ来から3年だからこんな大きいの初めて今月上旬の記録的な積雪が原因と見られている萌えれ山の亀裂 立ち入り禁止が解除されるめどはまだ立っていません。